速稼塾の久保です。私ね、30代後半でね、ホームレスを2年間やってたんですよ。皆さんご存知だと思いますけども、広島に平和公園ってありますよね。平和公園で2年間暮らしていました。で、そこには郵便物も届けてくれるし、市の職員さんか県の職員さんかですけどもね、あんまり冷たい対応はされなかったんですよ。で、それを指して私たちホームレスも、昼間はね、観光客の方がいらっしゃるんで、私たちの姿を見せない方がいいかなと思って、自主的に昼間は平和公園から仕事やね、段ボール集めに行ったりとかね、雑誌を取りに行ったりとかっていうのを一日中外でして、で、夜暗くなってから帰ってきて寝るみたいなことを繰り返していたんですよね。で、今回動画概要欄にある BBC ニュースの中で、オリンピックに際して国立競技場のあった場所、もしくはその周辺にいたとされる、ホームレスの方をね、強制退去したりとかね、それから持ち物を廃棄したりとか、おおよそ人道に戻る行為をオリンピックっていうものはして、もうそういったね、ずっとそこにお住まいだった居住権っていうのをね、剥奪しながらオリンピックっていうのはね、行われてるんですよね。クソくらいですね、オリンピックっていうのはね。だから選手の方がね、活躍するその裏にはこういった悲劇があって、オリンピックなど邪魔にしかならないっていう人の意見を無視しながら開催されているというところもあるんですよ。これはいろんな立場からいろんな考えがあると思います。ですので、私はその一つとしてホームレスに共感する側としてね、お話しさせてもらいますけども、いや、ホームレスになるってことはどういうことかっていうと、基本的に持ち物はないわけですよね。人権もスレスレカスカスなんですよ。だから最後に寝る場所だけは確保してるんですよね。その最後の持ち物とされる、アイデンティティとされる寝る場所も排除されてね、一体何の平等や公平を謳う、夢の祭典、世界の競技なんでしょうね。おおよそ、そういったね、人権に配慮した平等や公平を担保したものにはなってないんじゃないかなというふうに、私の立場からね、思いますね。これがですね、私もホームレスに共感しないし、そんなの自業自得でしょうと、オリンピックが国の事業なんで、何を差し置いてもやるんだっていう側になっていればね、いわゆる勝ち組の意見で言えばホームレスの命など無視なんですけども、どうしても私はそうは思えない。こういうふうに最後の持ち物とされる居場所、寝場所、その人が人としてね、生きていられる最後のアイデンティティを奪ってまでね、そんなこと関係ないよと言いながら競技場を作り、金や利権にまみれて組織委員会の横暴を通すためにオリンピックっていうのがあるのかなと思うと、オリンピックを応援する人にまでね、嫌悪感を持ちますね、私はね。本来オリンピックとかスポーツ競技、そこに光る汗っていうのはもっともっと純粋で美しいものだなと思ってました。でもだんだんもう子供じゃなくなってくると、見なくていい現実が見えたり、人の喜びや人の感動の裏には同じだけの踏みつけられたね、人権があるんだなと思うと、もう寒々しくてならないなというところですね。そのことを今回このね、下の概要欄につけている BBC の動画が歌っているんではないかなと思います。東京五輪、なるべく見えないよう都心から排除されるホームレスの人々と、どうしてもね、この動画他人事とは思えないなと思いまして、私からもこういうふうなね、一つの提言をさせていただきました。もちろん私のように考えている方は少数派でしょうし、甘っちょろい意見だと思いますよね。でもどうですかね、人間には感情があり、理屈だけでは通らないものがあります。その排除された悔しい思いをして抵抗もできないホームレスの方が、もし自分の身内だったらとかね、自分の知り合いがそんな目に遭っていたら、そして自分自身がそこでそういうふうな扱いを受けていたらと思うと、
どうしてもね、オリンピックをまっすぐ見ることはできないかなと。まさに誰かが言っていた言葉ですけども、別の地平線から見たことを言われてもって言いますよね。要するに、まあ分かっちゃもらえないってことなんですよね、私のような考えはね。まあ悔しい話だなと思いましたんで動画にしました。オリンピックなんてクソくらいですね。はい、いってらっしゃい。